わざわざ待ち伏せしてどうしたんだよ。お前そういうとこ変わんないな。しゅっちゃん、あのね、あの、これ誕生日おめでとう。これだけは渡しておきたくて。そんな立派なものじゃないんだけど。なんで？私、しゅうちゃんが何考えてるのか全然わかんないよ。この間まで優しかったじゃない。私何か怒らせるようなことした？何か悪いことした？お前には関係ない。何それ？関係あるよ。私はずっと小さい頃からしゅうちゃんが好きだった。しゅうちゃんが東京行って連絡も取れなくなって忘れようとしたけど、心の中にずっとずっとしゅうちゃんがいた。偶然再会した時本当に嬉しかった。運命って本当にあるんだなって。市原修司さん、私はあなたが好きです。ごめん。前のプレゼントだから、いらなかったら捨てて。じゃあね、バイバイ。大丈夫か？新田、どうして？大丈夫だよ。心配しないで。心配するに決まってんだろ。無理するなよ。今のままじゃ放っておけない。
何でもないって言ってるでしょ。人の本当の優しさを知ると泣ける。でもそれは私のわがままなのかもしれない。そんな時くらい頼ってくれよ。俺のこと好きじゃなくてもいいからさ。おかえり。どうしたの？しゅうちゃんに告白してきた。リコ、でも振られちゃった。そっか、まあもう男なんてしゅうちゃんだけじゃないでしょ。やけ食いして忘れちゃいな。ダイエット中止して付き合うよ。よしな。よし、今日はたこ焼き100個に挑戦だ。リコ、あ、私よくわからなくなってきた。どうしたの？しゅうちゃんに振られた後、新たに優しくされたの。その時やっぱり好きって言ってくれる人と付き合った方が幸せなのかなーなんて思ってさ。バカじゃないの？え？ちゃんと恋に落ちるまで誰とも付き合わないって言ってたじゃん。でも新たに好きだって言われたからって莉子は好きかどうかもわからないのに付き合うの？意味わかんない。そんなの新たがかわいそうでしょ。吉野、もう我慢できないから言うね。私新たのことが好きなの。え？新たは初めて会った時から私じゃなくてリコを見てた。いいね。でも私は3人一緒にいられるだけで
新たといられるだけで十分だった。新たを悲しませるようなことしたら絶対に許さないから。失う。